皆さんこんにちは、簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今回はですね、ちょっとお知らせなんですけど、お知らせの前にちょっとお知らせで、実はですね、今ねこれ撮ってるカメラ、これ iPhone6 で撮ってるんです。試しにですね、これで撮ってみようかなと思ってるんですよ。ルミックス G どうでしょうかね。初の試みなんで、今からちょっとこのカメラ切り替えますんで、皆さんどんな画像が違うかチェックしておいてください。カメラ切り替えます。はい、そういうわけで今ルミックスって撮ってんですけど、どうかな、画像いいかな、まあちょっとわかんないですけどやってみます。今回お知らせはですね、ガズレレ歌本シリーズ、皆さん持ってますよね。これガズレレ歌本シリーズ、これボリューム1ですけど、今4まで出てるんですけどね、なんとボリューム5、1月に全国各地発売ですよ。1月23日です。123に全国発売。ただいま Amazon で大好評予約受付中。なんで、見てください。まだね、実物ないんですよ。これ色こうって言って、色これでいいですかっていう試し印刷のやつが今来て、今回ボリューム5は紫ですよ、紫。紫の色の具合はどうかなってこれ試してるんですけど、これが、まあ、いわゆるこういう本になるわけですよ。はい。いや、予約開始になると、これ、要はイメージするとね、これ、こういうことですからね。本になるときはこういう感じになるわけでございます。はいはい。で、1月23日、Amazon で予約開始になりました。はい。予約開始なんで、予約受付。ここら辺に、リンク貼っておきますんで、ちょっと見てください。でですね、さらにお知らせなんですけど、先行発売します。1月19日、大阪。ガズレレやるんですよ。レッツゴー最高ツアー。レッツゴー最高っていうのはガズが出したこの CD 昨年出したんですけど、これがまたね、これもまたみんなチェックしてくださいよ。これのツアーで初めて訪れる大規模、今年一発目の大規模ガズレレイベントが大阪の花博記念ホールで1月19日、その翌日1月20日に、名古屋のスーパードライ名古屋っていうところでやるんですけど、その時にこのガズレレ歌本ボリューム5先行発売しますから、先行発売、これ先行発売です。来れない方は1月23日に Amazon で予約してればパッとその日届くと思いますんでね。予約見てください。はい、イベント情報もここに貼っときますんで、ね、イベント情報、日本中、つつやらまた今年も回ると思いますんで。でね、今回はね、この、ガズレレ歌本ボリューム5に入る曲なんですけど、すごい山盛りですよ。米津玄師も入ってますよ。もう、ルパン三世も入ってます。はい。曲名もね、Amazon のページに行ってもらうとね、全部、どの曲が入ってるか分かるようになってますので、チェックしてみてください。超おすすめ。これはですね、相変わらず、私の手書きのノートですけど、もう今、ボリューム5も出てるの、もうみんな、私の汚い字読めるようになったでしょ。はい。それでいいですよ。今回ちょっと慣れないカメラで撮ってるんで、どうかな、ちょっとね。楽しみなんですけども、はい。ちょっと後で私も編集して仕上がりを見たいと思います。ひとまず今回はですね、歌本ボリューム5、ガズレレ歌本ボリューム5の、告知動画でした。はい。じゃあね、ホームページ見たら全部載ってますから、ホームページ見てね。はい。じゃあ、ひとまず、さようなら。バイバイ。また動画あげるから見てね。チャオ。